さあ来ました。さあ最初の組み合わせ、ワンピー側が柳瀬悠月の出てくるキャラはさあやはりこのレインボーのこのバージョンで強いバルログ、そして対するズーピー側が、レオナルド博士は、ダルシム。さあ波動が2つぶつかって一気にピアル。さあ前回ね、このバージョンとは違う、バージョンでやったうちのあのレインボーの大会ですね、去年の秋ぐらいのやつですね、あの時はね、ダルシムがすごい強かったですよね。さあここから1回投げてさあ石棺はめに行きたいところ、あと裏から当たってローリングまで、これは終わっちゃうのか、終わっちゃうのか、終わるか、終わるか、終わってしまう。さあ勝ったのは柳瀬悠月さんですね。さあ行きましょう、相模原バニラさんとミー、そうですよね、ベガ様ですよねそういえばベガ様でした。さあ行きましょう2試合目。そういえばこの間うちですね、一つのそういえばとかいう話する間もなくお明らかにね、このキャラセル待ってる方が長いっていうね。さあ3試合目、あ2ラウンド目、さあいきなりワープ、おーそしてあさあ Y 軸無視の戦いが始まる。さあ今どこの軸に行くかわからない、あおかしいおかしいおかしい、あこれ竜は上がれないんですよこれ、あー竜はあれで上がっていくんですね。さあ頑張って落ちてください、あー落ちちゃった、あーブランク落ちてきた、あまだですね、まだでした、まだでした、まだでした、まだ違うよ、まだまだ Y 軸違うよさあそして上がっていく、すごい、これがやりこんじの実力さあ完全な Y 軸支配、勝ったのはどちらでしょう、ごめんなさい、このみーちゃんさんですね、はい。さあでは1位ゲーですね、いつきさんとみーちゃんさん、はいはいね、まあ最初はやっぱりベガ様ですね行きましょう、ワンピーガーが柳瀬好き、さあとピヨッター、あとすごいですね、開幕のやり取りで大体終わるっていうすごいゲームですね、なんかさっきのじ合いしてるときはそんな感じじゃなかったんですけどね。さあニャノエ、おっ、ああさあ取り返したのは柳瀬悠月。さあなんか最初のファーストコンタクトで決まるってなんか北斗の拳みたいですね、あーあーすごいゲームだ、あー最後はしかもわざわざガイル。さあでは2位決めいきましょう、相模原バニラさんとレオナル博士さん、はい。いいです、ボーナスステージから見ましょう。さあ行きましょう、ワンピーガーワンピーガーはサンガーバラーあバニラ、ツーピーガーはレノア博士。さあやはり2段攻撃があるダルシムの方が得点力が高い、あしかしさあここでセッカーを通していく、しかし得点は龍がリード。さあダルシムもうちょっと壊したい、もうちょっと壊したい、さあしかし龍が壊させてくれない、あーと壊してはまった、ピヨッター、あっとダルシム稼げない、もうこれ以上稼げない、そしてわざわざ昇竜で1番超え。さあ、ボーナスステージ取っていったのは、相模原バニラの竜ですね。さあでは本番いきましょう、さあワンピガーはバニラの竜、そしてツーピガーはダルシム、あっと裏当たり大パネピオル、そういうゲーム。さあやはり石棺に持っていきたいところだったが、さあまずは1本取っていったのは相模原バリア、ニャノエ投げていく、あと
さあ今度は中盤アテナが投げ返していく。さあそして波動を一発置いておいてからのこの攻防。さあ波動シールドを立てて勝ったのは相模。さあ行きましょう。2位決定戦、1ピガーが相模原バニラ、2ピガーが柳瀬樹。さあバルロク対龍、あっおっと回復したが、すごいですねあの技ね。改めて見るとすごいですね。さあ波動付きのローリング、さあ投げていくあの波動一発が終わっただけでぐさっと刺さってしまう。竜巻、さあこれだ、うわー下りでぐさっとぐさっといきました。勝ったのは、柳瀬樹。すげえ、そこね、ね、ダルシムステージのあのね、ゾウの鳴き声とかね、もうすごく懐かしいです。さあ行きましょう。1ピガーはカワウソダルシム、2ピガーはギルダの竜。さあ割と関係っぽいやり取り。さあしかしあとフレーム、さあファイヤーシールドからのガード、フレームどうする、あと昇竜ガード、しかし大昇竜どうなる、波動もういいか、あと最後はスライディング抜けれず。さあ一方ドトナギルダン、さあそれっぽい昇竜、さあ昇竜使った、投げて掴んでいく、うわと割とストツーによくあるやり取り。さあ勝ったのはギルダン。さあ行きましょう、 HK さんと塩見さん。はい、おっと出てきました 1P 側が塩見のガイル、そして対する 2P 側は HK ガイル。さあまずはボーナスステージ、さあどっちが点数を稼ぐ。さあ現在 HK がリード、しかしこれを2つ目を倒して、さあ相手を止めるか壊していくか。さあお互いあんまりタロを壊そうとしていない。さあタロ壊さないと点数入んないですよ。さあ3000、最後4000というかげで 1P が、さあ塩見がまずボーナスステージを制する。さあ行きましょう、ワンピガーが塩見、ツーピガーが HK。 ああ俺まだ名前しか言ってへんのに。さあソニックニアス、さあそしてダイソニック連続ガード、嬉しそう HK、 嬉しそう。さあ行きましょう、ニアトメ、さあワープ、しかし投げたのはあとこれはどうなるの、もうどうしようもないの、どうしようもないのっていうか練習しすぎじゃね。さあこれがトラタワ勢の実力。さあミスはない連続ソニック、勝ったのは HK。 さあでは行きましょう、 HK 対、さあ龍太がいる。さあ行きましょう、1位決定戦、 1P 側が HK、 そして 2P 側がギルダン。裏回っておっと、あーと竜巻がシューになってしまう、これはどうだ、竜巻抜ける。さあ龍にはこの竜巻がある、おっとまずはワフ投げ、もう一回さま竜巻抜けて、うおーと、これは出たが竜巻、さあどうなる、あーと
たずまきを出していった。変わったのはギルダン。さあでは行きましょう。塩見さん、ガイル、ダルシム、バルログ、リュウ、やっぱこの4つですかね、まあ、特に、まあ、ダルシム以外の3つがかなり性能良そうですね。あとはこのダルシムはこの立ち回り重視のこの石棺ハメ。さあ行きましょう。ワンピーがアガシアミ、ツーピーがカワウソ。あー、ピヨタどうする。あ、そして石棺、どこから来るかわからないあの石棺、歩く距離が長すぎる。ニアの絵、さあまずはファイヤーから燃える。サマーはこれはファイヤー大打ち。そしてピヨタところ石棺を入れていく。最後はスライディング。さあ勝ったのはカワウソ。さあじゃあ 2K 対戦 HK 対カワウソ行きましょう。さあ行きましょう。さあまずはボーナスステージ1ペー側は HK、 そして2ペー側はカワウソ。あとワープしてきた。あーあとハマったハマった。さあハマってはいるがボーナスステージの点数は圧倒的に現在 HK がリード。さあしかし、あ、そしてこっそりこっそりこっそり壊していく。お追いついてきた追いついてきた。しかしまだ HK リード。間に合うか間に合うか間に合わず。まずは HK。 さあボーナスステージを制していく。さあ行きましょう。さあこれでソニックはまずスライディングに抜ける。さあ表裏は表、そしてソニックのモーションを石棺です。ああ、これはいけない。そして普通のコンボに行く。そしてソニック重ね。さあ1ラウンド取ったのは HK。 2ラウンド目、まずはスルッと歩き投げ。あー、これは連続ガード。あーの、止まってしまう。サワーガード、しかしもう一回スライディング、どうなる。あー、これはサワーガード掴んでいく。表どうする。大打ちダブル KO。 さあラウンド3。あ、あ、これは、あっ、飛ばしまう。そしてスライディング近かった。あー、2発。サーバー勝ったのは HK。 さあ HK はこれで2位抜けとなりますね。とはスーファミのゲームですからね、ゲーセンにはないですよ。さあ行きましょう。あーと開幕。あ、しかしソニックの種がある。さあ今岸、さあこういう作業系を指したら今岸はうまい。最後はちょっと見せてしまったが、さあまず今岸。さあ2ラウンド目、うっ、さあおっと、さあ無事にソニックを出したのは亀之助。あー、ソニックガードしてしまう。さあどうなるのどうなるの、このまま今岸が押し切るか。前に寄るソニック、あーっと
最後第3話2発。さあまずは今吉から、さあ行きましょう、ケムさんと、さあ何も迷うことなくザンギを選んでいったケム。おーっと、まずはワープスクリューガード、そしてもう一回、あこれスクリュー3発入って終わりですか。あ回った、どうなる、あどんな、どうなる、どうなる、寄りたい寄りたい寄りたいけど来た、ソニックがいっぱい来た、ダメ、ソニックブームだけはダメさあ押し切った、さあ2発までスクリュー成功 したんだが、さあ3発目は届かず、さあまずは K が1本、さあピョッター、おーダメなり、さあこれはピヨリか、最後はサマー、さあそして K の勝利。さあでは行きましょう、K さんと今岸さん、 K さんと今岸さん、はい、西田ハードルに目覚めた K さんの今吉さん、今吉はどこ行った、はい、あのちなみにスキルスミス あのバグさんっていうのがですね、僕の知り合いの女の子とこっそり結婚しました。そんなことはどうでもいいですね。さあ行きましょう、さあ行きましょう、さあそんな話をしている場に1ラウンド目取っていった、おっとこれはワンチャン？ワンチャン？ある？ある？サーバー、さあ1本取っていたのは今吉、 1P 側が、虹のハドリン目覚めた K、 そして 2P 側が今吉。さあこれもうなんかもうホガーの話してる余裕ないですね本当に。さあ爪が刺さっていく、さあこれは取り返した、3ラウンド目。さあソニック、ソニック、あー見落としてしまう。さあそして小さいソニックを2つ作って、そして固めていく。さあソニックマラソンが続く。さあマラソン完走というわけで勝ったのは今吉。さあ1位抜け。さあでは行きましょう、亀之助ケムで行きましょう、はいおう亀之助対ケム、あ来ました。さあ相変わらず残機です。おっと変わった、キャラ変わった、キャラ変わった。さあしかし、さあソニックマラソン、ちょっと荒めだが、ちょっと荒めながらガードしていく。これはこれはまずはガイルから、さあこれはこういうゲームになるのか、こういうゲームなのか、こういうゲームだった。さあこんなキャラもいました。さあ2ラウンド目取っていったのはケム・バイソン、3ラウンド目、あバイソンですね、バルログですね、はい、あとあこれはあこれはあピヨッタピヨッタ、そしてガード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 、さあ勝ったのはバルログ。さあ行きましょう、じゃあケムさんと、虹の波動に目覚めたケイさん、さああくまでスタートはザンギエフに対して、おこれあかんやしちゃう、ああこれはこれはおっ追いつ、追いつけない追いつけない
あ、あ、なんか当たったね。いや、今電撃当たったんや。あ、まだ電撃、うん、あ、落ちてきた、落ちてきた。これワンちゃん、あ、届かず。あ、そして電撃。これは、これは厳しい。さあ、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。まだまだ落ちますよ。さあ、まず Y 字を制していったのは K。ニラの上。すごいな、ファーストヒット取ったら勝ちっていう。お、あああ、追っていく、追っていく。あと、どうする、どうする、ゲームどうする。あーあと、何か手はないのか、何か手はないのか。おっ、あっと、おっと、いった、いった、打ち、あ、打ち、あー、しかし。あ、さあ捕まえたい、ケム捕まえたい、捕まえたい、あー捕まえられそう、あーっと勝ったのは K。 さあ殺意のハードルに見られた K が、決勝ホンダサガとベガあたりを見たいですね。さあ行きましょう、チュンリー。あ、しかし、あーっと、これはなんだ今のは。それこそスキルスーツのコンボムービーじゃないか。さあニャンの上、あーっとワープしてるところ、これは。さあ勝ったのはガイルということで、ごめんなさい、お名前がごめんなさい。来るのか、お、ホンダが出てきた。さあホンダ確かですね、100列で波動でですよね。あ、すごい、あ、あ、さあ竜巻、さあホンダの何かすごいところはどんな技があるんだ。さあ、しかし今のところは、さあ龍が効果的に、あーと波動を後ろから食らってしまう。はい、打ち、さあ空中ドスコイも玉の前では無力。さあやはりレインボーでもやはりホンダは玉が嫌い。あとブランカに切らない、歩いていく。しかし最後、さあまず龍が1ラウンド、ニャンドメ、おっと何かで相打ちを取った、まだ龍がリード、投げて、さあこれで龍のペース、おっとかわした、かわしたがかわせなかった。竜巻は後ろにも判定がある。さあ勝ったのはエアガイツ仮面。さあでは行きましょう、鴨川カールの2人、エアガイツ仮面。これ多分剣はきっと弱いんだろうなって気がします。なんか剣だけは本当になんかいいところがなんか見当たらない感が。さあ行きましょう、投げて、さあソニックを打てば竜巻、あー波動で挟まっていく。さあそしてソニックに竜巻を合わせていく、最後は投げ。さあまずはエアガイズ仮面、過去2位が一番の選手。あっあっあっすごいですよ、レバー離してるのにガードしてますからね、おかしな話です。ああ
さあここからでも死ねるよ、全然死ねますよ。サマーどうする、最後はショーソニック重ね、さあ1ラウンド取り返していって3ラウンド目、さあマラソンが始まる、マラソンが始まる、マラソンが始まる、リアル攻撃、リアル攻撃をするさあリアル攻撃をするリアル攻撃をするしかしマラソンは止まらない。勝ったのは鎌川カルノさんですね。さあでは行きましょう、コネさんと宮地さん、コネさんと宮地さん、はお、バイソン将軍出てまいりました。さあ最後、最後早いですね、最後早い、最後早い、おっと最後までシンプルに最後突っ込み、さあ一本通ったな宮地、さあ行こう、普通の最後、さあしかしこれは、さあ行こう、さあ最後で前を取りながら行くんだが、いいですね、あの波動抜けれるのいいですね、抜けれるというか飛び越えれる、しかし最後100列、さあ取り返していったのはコネン、3ラウンド目、さあ最後は早い、最後は早い、最後早い、とっても早い、投げて、さあここから、さあチュンリーはどうする、炸裂、そして固めていく、さあ波動シールドをあてがって固めていって、さあこれはきつい展開、目がどうなる、まだ波動が残っている、さあこれ一旦かわしてどうなる、残り時間最高、さあ勝ったのは宮地、おおバイソンが出てくる、さあワンピーガー宮地はバイソン、おっピョって、あーと、さあ正面から割と素直に押していけるキャラバイソン、2ラウンド目、まあ、素直にもクソもこのゲージはないですよ、押していく昇竜大昇竜のあの軌道、竜巻はこれは透かしている、ストレート、あーピヨった、勝ったのは宮地、さあというわけで決勝で揃いました。さあではあと7試合ですね、やっていきたいと思います。みーちゃんさんと宮地さんからいきましょう。あーめっちゃややこしい、ワンピーガーが、バルログ、ツビーガーがベガややこしい、とても名前がややこしい。さあ見た目はバイソン、名前はバルログ、そして見た目はバルログ、名前はベガ、あとこれは、さあこれかわしている、ここから飛べず、飛べない、さあ一本取ったなベガ、ニアドメン、さあ、あ、あ、
変わってわざわざチュンリーでフィニッシュを決める。さあ行きましょう。まず変わったのはみーちゃん。さあ行きましょう。ギルダン、さあ 1P 側の K がバルログ、そして 2P 側のさあギルダンがリュウダが、さあバス竜巻で抜ける。さあなかなか竜巻を食らわない。さあ竜巻が入る、あーっと最後はローリングが強い。さあローリングで波動が出てるので、その波動が相手が打った波動と打ち消してローリングが刺さるみたいな。あっあっあっ、これは終わってしまうのか。終わってしまった。さあ勝ったのは K。 さあ3試合目いきましょう。今岸アットマーク超イケるランプ勢、そして HK。さあ HK が竜を選択していく。やはりガイル対策は竜なのか、やっぱこの竜巻で竜巻が抜けれるという。さあ竜巻で、あーっと抜ける。さあ前による、今岸が前による、マラソンが続く、超至近距離ソニックマラソン、完走するか、完走。さあまず今岸から、さあ2ラウンド目はまずお互いうまく球をかわしながらの戦い、かわしてあと当たってしまう。さあこれ竜巻抜ける、もう1回投げて、あーハードハードル食らしまう。これは完走するか、完走するか。しかもあのガイルちょっと浮いている、足が浮いている。勝ったのは今岸。さあ HK はここで敗れる。さあ行きましょう。鴨川カオルノフさんと柳瀬いつき。さあ行きましょう。準々決勝第4試合 1P 側が柳瀬いつきさんかな、そして 2P 側が鴨川カオルノフさんかな。さあそんな自己紹介をしている間にまず取っていったのは柳瀬いつき。2ラウンド目、さあこれはおっとサマーで切る。さあしかしあの最後の1個の波動がガードになってしまう、そして連続ガード、サマーで切るがどうなる。あーっとソニックで潰したら爪が待っている。さあ勝ったのは柳瀬いつき、悩んでいるところ。さあベガ様行きましょう。 1P 側が虹のハドル見さんだけ、 2P 側が裏攻撃優勝経験者みーちゃん。さあこれはわーっと一本取ったのはみーちゃん。ニャノメ、おまずはピオラして、おっとまずはピオラしてで終わってしまうのがこのゲーム。さあ取り返したのは虹のハドル目覚めだけ、3ラウンド目。さあ取ったのはみーちゃん、どうなる。あーっとさああとはあの爪の破壊力、勝ったのはみーちゃん。
さあ行きましょう。今吉アットマーク超ギルランプ勢、そして柳瀬いつき。さあまずはさあそしてアチョウ勢、関西勢、最後の1枚はこの柳瀬いつき。さあそして対する 2P 側はさあ作業をさせたらうまい今吉。さあ冷たくソニックを出していく。さあピクリとも体が動かない。動くのは手の先だけ。これは決めきる。さあまず今吉、ニャンド目あと、あこれはこれは連続カードになる、連続カードになっている感じ。これは削り切る。さあ柳瀬いつき取り返す。3ラウンド目、もちもち、あ1、これはあ刺さったのは爪。これは最後まで。さあこれが微妙なキャラさなのか、あのそのキャラが行くのか。さあ行きましょう、カプコン祭り10個目の最後のタイトルの決勝戦。ワンピガーはアチョウ勢やセイツキ、そして対するスピガーは関東裏闘技勢のみーちゃん。さあこれは裏闘技勢が行くのか、あっとこれはきつい、届かず。そしてあーと落ちてきた、落ちてきた。これはあーとやはり電撃の方が強い。これは届かないか、届かない。さあまずはみーちゃん。さあ最後の最後でこのクルージングで逃げるというこのブランカー選択、どうなる。さあまだ分からない、あとさあアドバンテージを取った。これはあーと、これはだから登るときに相打ちを取らなきゃいけないのか、そんなそういうことなのか、違うか。あーと落ちてきた、落ちてきた。あーとこれはこれは来た来た。さあ柳瀬いつき逆にリーチをかける。さあ今日のために仕上げきた阿翔勢か、それとも裏闘技勢か。あった電撃がまずヒット。あーと電撃を食らっている。どうなる。あまずは相打ちを取りたい、取れない。さあこれででも高さは分かる、あーっと取れない。さあ冷たく一人バローがもがく、対戦相手は画面に見えない、どこにいるかも分からない。多分4層目ぐらい、あーっと降りてきた、降りてきた、多分4層目、4層ぐらい上なるはず。あーどうしようもないのか、もうこれはどうしようもないのか。勝ったのはみーちゃん、これが裏闘技勢というわけで優勝はみーちゃんということになります。おめでとうございます。いや、やはり裏闘技勢は強かった。さあというわけでですね、3日目ですね、